実朝と御家人っていうのがどういう当時状況だったのか、42話を含めてお話していきたいんですが、はい、和田合戦の4ヶ月後に畠山重忠の末子の長慶っていうのが日光にいて、はい、どうも浪人を集めて祈祷している無言じゃないかって話があって、うん、長沼宗政、長沼って言いましたね、あれに生け捕れっていう話をするんですよ、うん、で長沼は9人ぐらい連れてって、いきなりどうしたかっていうと首をそのまんま持ってきちゃったんですね、うん、殺しちゃったんです。で、実朝はそこで大激怒して長沼を非常に厳しく接するんですが、はい、その後長沼がいろんな話をします。続きはパート2で。